こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回はこちらの商品、二宮五郎商店さんから出ております、ミノヘリテージウォレット。こちらの会計動画を撮影させていただきました。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。使ってみていかがでしたか？そうですね、まず小銭がとても見やすかったです、うんうん、でこのような形で小銭のポケットもしっかりしておりますので、はい、奥にまで入った小銭も手前まで下ろせて大変見やすいですし、うん、この中で花屋に小銭も取り出せるので、うん、受け皿になるんですね。はい、また簡単に奥までスライドしてくれるので、うんうん、そういう点でも使いやすいなと思いました。うんうん、確かに。ちょっとびっくりしたのが、はい、ちょっとお札の収納方法なんですけれども、はい、うんうん、下でこのようにペタッて押さえるだけだったので、他にない形で最初戸惑ったんですけれども、はい、このまま踏み込んでしまうだけですし、はい、なんか振っても落ちないし、うんうん、なんか全然安心できる形なんだなって思いました。確かになかなか見ないタイプのお札の収納ですよね。はい、カードポケットがこちらに2箇所とここに1箇所とこちらが裏表で2箇所ずつで計5箇所、はい、1枚から2枚ほどは入るので、はい、多分最大10枚ぐらいは入れるカードポケットになるので、うん、持ち歩きとしてもなんか十分な量なんじゃないかなと思います。三つ折りにしてはめちゃめちゃ入りますね。そうですね、なんか畳んでもなんかそんなに厚みも出ないと言いますか、はい、確かにお金入ってるのにそんなに膨らんでないですね。小銭入れはしっかりしてるのにこの厚みなら全然いいんじゃないかなと個人的には思っております。うんうん、ポケットとかも入りそうなサイズですね。はい、はい、このぐらいの厚みではあるので、うん、はい、ポケットの後ろに入れた時にちょっと膨らんだりとかはすると思うんですけれども、うんうん、その膨らみが気にならないようでしたら全然こう後ろのポケットに入れていただいていいんじゃないかなと思います。確かにタイトな服装でなければそんなこともありですね。はい、今回はミノヘリテージウォレットの会計動画を撮影させていただきました。概要欄に URL を、貼っておりますので気になる方はぜひそちらもご覧ください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。